さあ始まりました、デュアルビルドの懐刀。はい、実は次の公演でジャックに恋して千秋楽です。はい、ありがとうございました。ご来場いただいた方ありがとうございました。ありがとうございます。これあげる頃にはあれですね、もう終わってますね、うん、全部終わってますね。はい、なんかまあまだ僕ら的にはまだ終わってないんですけども、この公演の感想とかあったらありますか？ありますよ。何ですか？もうなんかちょっと裏話的な。裏話でもいいですか？うん、さっき本人に言ったんですけど、最後2人で真ん中で終わって、うんうん、まあ暗くなって、はいはいはい、カーテンコールで立ち上がってレースするんですけど、何を勘違いしたか、あの通路のセンターに合わせて、あのこの人はセンター割りで立とうとするんですよ。そうすると私が椅子の方にすごい追いやられて椅子の足を踏みながらなんかこんな感じでいや、申し訳ない。カーテンコールでね、自分の左が余裕ある、余裕あるんですけど、俺だって俺はセンター割りしてるつもりなんで、まさかね、すごいこんな窮屈で、お姉さん割れちゃいましたよ。だってあそこセンターだと思いません？いや思うけど夜でしょっていうのがありましたよ。そうですね、はい、なんかありますか？思い出か。まあアフタートークあったじゃないですか、うん、その時ちょっと言い忘れたやつが一つあって、うん、最初僕らがのシーンから始まるんですけど、こうだんだんジュゴンの過去の話、うん、あのケンジとの出会いとかのシーンになっていくんですけども、うん、こう本番では結構こういい感じっていうかしっとりしたシーンになってるんですけど、うん、最初の稽古初日の時に、うん、演出の藤井雅人さんが、うん、なんかあの友達役で出てた今野くんを、うん、俺の幼少期として出してきて、ずっと子犬のように震えさせたりとか、本当ね、おふざけのシーンだったんですよねそうだね、完璧ドコメディだった、ね、それをなんか、いや思いつくの遅かったんですけど、アフタートークで再現すればよかったなと思って。そうだね、俺絶対笑っちゃうわ。いや絶対、いや多分もしアフタートークで一回やっちゃったら、多分次の回からそれを思い出して笑っちゃいますもんね。ね、絶対笑う他何かあります？他はある、そもそも、うん、なんかコウタロウとずっと舞台いろいろ共演してるけど、まあ、でもそれはアンサンブルで共演してるとか、はるかとか、そうそう、離れ押しとかちゃんと共演する、お芝居するっていうのが、うん、多分僕は初めて、初めて、確かに。そうなんかね、事務所の演技のレッスンとかでいつもやってるから、 お互い初めてってな感じないけど、確かに、ね、舞台でちゃんとやるのは初めてだった、ね、しかもこんながっつり、そう、うん、こう相方っていうか、そうそうそう、っていうの初めてだったなって、そうっすね、最初の序盤から思ってた、うん、まだ終わってないですけど楽しかったですね。そうです、まあね、この事務所の子たちと一緒にできて楽しかったです、うん、いや最後に来てくださった方々、はい、本当にありがとうございます。本当にありがとうございます。差し入れとかもね、たくさんいただいて、うん、元気出ました。はい、ジャックに恋して応援いたし、おい、はい、はい、舞台ジャックに恋して、応援してくださった、はい、はい、ジャックに恋して応援してくださった方々、本当にありがとうございました。ありがとうございました。また舞台出る機会があったら見に来てください。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。チャンネル登録、そしてグッドボタンもよろしくお願いします。最後までご覧いただきましてありがとうございました。